政治ってほんと難しいって思うのよね。さあ、今日のテーマは松野官房長官の不信任決議案が否決されたけど、本当の国民の声はどこにニモノモンス。私はバーチャル YouTuber のモノモンス。みんな国会の動向についてはチェックしてる自民党安倍派の政治資金パーティーに対する疑惑めぐる不信任決議案が否決されたんだけど、これには国民の声がいっぱい詰まってるよね。不信任案は与党の反対多数で画面になっちゃったけど、じゃあそれで全部が終わりって話、国民のしないって土台なのに、この決意で一体何が信用されたって 言うんだろう立憲民主党は裏金作りは想像も及ばない悪用だって批判して松野官房長官がいる限り国益を損なって言うんだけどふむふむ納得だけど選挙で自民党が勝ってるってことは間質的には松田さんを含む政策に賛成ってことなのそれとも有権者の判断能力問題あるいは直接民主主義と議会制民主主義とのギャップがあるのかななんだかんだで結局与党は松野長官に仕組むを続けてほしいみたいさあここで思い出して過去にも似たようなことあったよね不審には否決されてちょっと経ったら辞めさせられちゃう とかでも今後解任されたらその決議って何だったのって思っちゃうし逆に不信任案を否決した意味も失われてないこれ国会決死って話にもなっちゃうよね私はね政治家も国民の声をきちんと聞くべきだし国民も政治にもっと関心を持って賢く投票するべきだと思うの結局は私たちの生活がかかってるんだからでは最後にもう一度松野官房長官の不信任決議案否決は本当に国民の声を反映してるのか選挙での自民党の処理はどうなんだろうそして政治家への信頼をどう取り戻すのか これ、すごく大事な問題だと思うな。最後に、この話題についてどう思うかコメントで教えてください。そして、購読ボタンをポチッとな。次回も、モノモースのモノモース系、バーチャル YouTuber として見逃せない話題でお待ちしています。バイバイ。